ようございます。現在の時刻9時25分です。凪です。風は南の風3メートルぐらいですね。いつもタングステンなくしてて、もうお金がない、お金がやばいです。そして、なんとかタングステンじゃないやつでちょっと今日は釣ってみたいと思います。で、知り合いの方から紹介してもらったジグがあって、まずそれから紹介していきます。これです。これわかりますかね。このジグは鉛のジグで、右と左左右対称の作りになってて、ランダムにふわふわなるジグです。ランダムにひらひら泳ぐジグですね。ほんでちょっとアシスト服長く作りすぎました。これ買った時は、フックが1個しか付いてなくて、最近結構大きめのやつも釣れてるんで2つにしときました。価格は 60g で、480円。まあ釣れれば皆さんも試してください。釣れればいいですね。まずこっちから釣っていきます。これとか同じ 60g を3つ買ってます。ブルピンとシルバーのやつ。じゃあ釣っていきます。まあ場所はタングステンでいつも釣ってる時と同じ場所で釣りますんで、釣果をお楽しみに。多分エソかな。一応北っぽい。潮があんまり大きくないけん、やっぱ今日厳しいかもね。エソじゃない、アコじゃない、何やったっけ、アラカブ。失礼ましたよ。小さめ。一応来るのはやっぱジグでも来ますね。それなりに、あ、軽くなってない、大丈夫。ジグでも来てます。あ、ずっと引き寄るけ、そこもんじゃない、エソかな、なんやろ、エソやね。あ、違う、フグだ。よいしょ。はい、フグ。タングステンじゃなくても来てます。よし、うわうわ、釣れた、フグ。来たー。来ました。まあでもちっちゃい、ドラッグ出ていかない。暑いけどだいぶ涼しくなってますね。もう秋じゃないけど涼しい。まだ、あ、いつものタイ、ちっちゃめのタイ釣れましたよ。はい、これぐらい。よいしょ。はい、おるちゃんね。ちっちゃいから、あ、タイだ。これぐらいのいっぱいおる。塩持って帰ります。全然と関係ね。10匹以上釣れればタングステンと同じような釣果になります。今日風が強い、風が強くなってきました。この度風速計を買っていました。天気予報では確かに4メートルなるって言ってたんで、
おお、5メートル、風速5メートル、まあ4、5メートルですね。だいたい天気予報合ってます。すごい、これすごい、よう回っとる。よし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 、アコーでしょうか。アコーポイントに移動してきました。やっぱりアコーポイントはアコーが釣れるんでしょうね。多分アコー、あら違う、アコーか、アコーです。うい、まあ、普通のアコー、うん、普通30センチぐらいかな、普通のアコー。よっ、よっ、よーし、はい、アコー30ぐらい、よし、来た来た。まだいいサイズのアコーでしょうか。多分アコーでし、アコーと思う。よし、風が強くて、おい、あ、いいサイズ、よっ、よっ、よいしょ、釣れましたよ。38、結構大きめ。潮止まりで久々来た、来ましたよ。あんまり引かんけど、え、今来た。魚探の反応はこちら。わかるかな、わかる。あ、もうこのタイばっかりや。ちっちゃい、ちっちゃくても大変そうに釣りますよ。ちっちゃいタイ、タイはいっぱいおる。ちっちゃいタイです。よい、結構数釣れてるんじゃないですか、ね、またアコーが釣れ出した。渋いけど、渋いけどアコーは釣れる。うーん、アコーですね。ちょっと小さくなってきたな、アコーが。来た、おお、中層で、やった。アコーじゃなさそう、アコーじゃないやろね、多分。中層で来たっけ、イサキかな、タイかな。タイは小さくてもいい引きしたり、あ、イサキだ、やっぱり。やり、よしよしよし、イサキいますね。暴れようが、はい、イサキ釣れました。針は切れました。ほら、うん、針切れます。大きそう、36。はい、お疲れさんです。宮戸市の方にだいぶ雨雲がかかってきたんで、そろそろ上がりたいと思います。時刻は12時、だいたい2時間半ぐらいの釣りになりましたね。ほら、あっちが平戸市、わかるかな。平戸市っていうか、ここも平戸市だけど、雨がだいぶ終わってきてるんで入ります。今日の釣果です。
ラーメン。何匹かは前釣ったやつです。2匹か3匹かは、3匹か2匹。